SJT です。幸せって自分で掴むもの。結構ちゃんとメッセージ。はい。本日は土曜日というお休みの日に、ね、ライブを利用して皆さんを引き出すという、作戦がまんまと成功しまして皆さんに来ていただいて本当に嬉しいです。来ていただいてありがとうございました。読んでほしいところは、そうですね、姉が、まあ、いろいろこう人生の価値観として、まあ、お金のことを書いてるところがあるんですけれども、まあ、株で結構成功しておりますので、すごく参考になるんじゃないかなと思います。はい、そこが一番参考になった僕はなりました。はい、実用書として役に立つなスポーツ。そうですね。はい。まあ、お金の話の続きになりますが、投資は早い。年齢からやった方が絶対いいので、ぜひこの本を読んでいただいて、20代30代から本当に投資は始めていただきたいなと思います。あとやっぱり早いうちからいろいろ準備した方が、私はまあすごいゆっくりして50歳で結婚しましたけど、例えば子供が欲しい方とかだったらもっと早く行動した方がいいと思いますし、なんか若いうちにちょっと想像力を蓄えてもらって、10年後どうしたいかを考えながら生きていくと、自分の描いたビジョン通りに進みやすいんじゃないかなと思うので、ぜひ本書を読んでいただいて、いろんな可能性を見つけていただければなと思います。まあでもきっかけとして、その姉の姉にこうバラエティ番組のオファーが来た時に、それを代わりに DAIGO でって言ってくれて、そこからバラエティのこう僕もジャンルに足を踏み入れることができたので、借りは返したかなと思っております。はい、でも本当にでもまあ、漫画家としてもそうですし、クリエイティブのそういう才能っていうのはね、もちろん、まあ、身内ながらあるとは思っているので、そういうところはそうですね、リスペクトしている部分です。はい、ずっと弟として見てきたので、なんて言うんでしょうね、いつの間にこんなしっかりしたのかなっていうか、まずまあ一番すごいなって思ったのは、同じ環境で育ってきたのに好き嫌いが全くないところですね。だから食リポとかね、やる仕事はなんかできてよかったよねって。料理番組とかね。そう、料理番組も来たりね。まああとは何がすごいって、まあこれ言っていいのか分かんないですけど、やっぱ北川景子さんをゲットしてる頃言い方ね。じゃあちょっと言い直します。結婚したところね、北川景子さんと結婚したところ、うん、で、はい、で私に素敵な妹を作ってくれたところ、うん、でその上で私にすごい可愛い甥と姪を作ってくれたところ、それは本当に感謝してます。まあ旦那さんとご飯行ってくるとか、なんかそういうなんか予定が本当にあんまりないタイプだったので、そういう意味では予定が増えたなっていう感じがします、ね、変わった部分としてはね。あと一緒に行く人があんまり多分いなかったので、一緒に出かける人が増えたっていうのがやっぱり変わった部分かなと思いますね、うん、正直やっぱ別居婚もあってあんまり変化を感じていないんですが、やっぱりなんというか漠然としてずっとあった両親がいなくなったらどうしようとか、例えば大吾と私7歳差なんですけど、ぶっちゃけどっちが先に死ぬかわからないかなぐらいな年齢差じゃないですか。だから例えば大吾が先に死んじゃったらどうしようとか、そういう漠然とした不安みたいなのが、一応将来添い遂げてくれる人が現れたってことで安心できているという感じでしょうか。
ぜひ読んでいただいて、何かそこでも刺さるところがあったらご紹介いただければなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。女性だけじゃなく、ちょっと人類に対しての応援歌というか、応援歌じゃないのに、なんて言うの、エールを送った本になっていると思いますので、ぜひいろんな人に読んでもらいたいなと思っております。ちょっとまあやっぱ兄弟なのでね、難しいちょっとね部分もあるんですけれども、でも何が難しいか、ちょっとやっぱね、まあやりづらさというか、ね、だからこそやりづらさはあったんですけれども、でもまあ本当にこの本の感想っていうのは僕の中ではもう SJT です。 SJT 幸せって自分で掴むもの。結構ちゃんのメッセージ、はい、妻が帯に書いてたので、はい、送りましたね、はいはい、ということで本当に今日はお忙しい中どうもありがとうございました。ありがとうございました。